へそかじけの久保です。今日も暗号通貨ニュースをお届けします。まあ、ね、激安のビットコイン、まあ、20万円台も突破してですね、まあ、この背景にはライトコインも影響してるんではないかというふうに言われております。仮想通貨ビットコインなんですけども、まあ、何の引っかかりもなく上昇し続けてますよね。価格はもう20万円を突破して、上昇はこの程度にとどまらないと多くの投資家が発言しています。まあ、この発言のね、まあ、裏付けは特にないんですけどね。まあ、本当は少し前のビットコインが14から15万円前後付近に2000ドルに達成する可能性があると伝えられたんですけども、ブロックサイズに関する問題においてもですね、コアやアンリミテッドのようなソリューションの支持者たちは未だお互い譲らず、もしくは硬直状態にあるとされております。しかし今回のビットコイン上昇理由の一つに、そのハードウォーク問題が現れているかもしれないと各方面から声が聞こえてきてるんですよね。それはライトコインが行ったソフトフォークの成功により、まあ、ビットコインでのブロックサイズ問題も解決策が見えてきたということなのかなということですけども、いかがでしょうか。まあ、いずれにしてもですね、その、まあ、暗号通貨どういうことになるのか、はっきり言っていろんな予想はあるんですけども、全てに根拠がないというのも、まあ、一つですね。まあ、なかなか面白いところなのではないでしょうか。はい、今日の暗号通貨ニュースでした。